さあペロ様の復活まであと少しという感じの雰囲気にしてみました。ちょっとこれを作るためにさ、あの地下のマグマのところにもう一回行ってみたんだけど、ほらこういう壁掛けとかあったからさ、すげえとこ立ってんな。見るず完全に浮いていらっしゃる。いや、マグマのあたりまた調べに行ったんだけどさ、いろいろ調べてたらまだ取ってなかった宝箱とかも見つかってね。この水の羽衣が入ってたんだけど、これもドラクエシリーズではおなじみの装備でね、炎と氷のダメージを大きく減らしてくれるだって。まあ、守備力の数値はドラゴンメールの方が高いんだけど、それと無駄に胸元空いてんのが腹立つんだけど。昔のスターみたいに。まあでも氷と炎のダメージ減らすっていうのは特定の場所ですげえ役に立ったりするかもね今後。まあ取っといてよかったわという報告でした。じゃあ行くか、オッカムルでの最後の戦い始めましょう。牛さん、メイドサボールを倒す準備はいいのか。ゴルドンが肩に乗れって言ってたぜ。まずはあいつのところに行ってこいよ。あ、そっか、ゴルドンに乗った状態でシドウに話しかけるのか。よし、このガードな、これがポイントになるはず。じゃあやろうぜ。ん？なんか話しかけるポイントが狭いな。あ、お前じゃねえよ、スッスじゃねえよ。あれ、話しかけらんない。あ、いけたいけた。あはは、牛さん、うまいことゴルドンに乗れたな。距離が近いな。結構様になってるぜ。いよいよメドーサボールが攻めてきやがる。どうだ、戦いの準備はいいか。よし、ペロ様を何としても復活させないと。行こう。ペロのやつには穴から助けてもらった借りがある。ちっちゃい恩を大事にするね。今度は俺たちが助けてやらなきゃな。それにしても不思議な奴らだぜ。あんなにビビってやがったのに、ペロを助けるためならって自分よりペロを気にして戦うなんて。この後に及んで震えてる筋肉もいるけどね。この後に及んで半分ぐらいのやつは震え上がってるけど、ひょっとしてこれが愛ってやつか。あれ、まあいい、とにかく石蔵石さん、行くぞ石さん、ペロのためにメドーサボールをぶっ倒そうぜ。何も言ってくれなかった。で、あ、そういえばどこで戦うんだ。そんな戦えそうな、あ、そっかそっか、地形が変わんのか。かかってこいや、メドーサボール、ぶち殺してやるからよ。メドーサボール、自身の元気を石化を操る乙女。いや、それにしてもオンバがメドーサボールなんじゃないかっていう俺の大胆予想は外れたな。ちょっと大胆すぎたかな。許さない、美しいもの、光り輝くもの、私絶対許さない。私への視線奪うもの、私から視界奪うもの、全部全部石にする。それが私の役目、ハーゴン様の破壊の教え。やっぱハーゴン様には心酔してるんだな。メドサボールの石化光線、三鏡の小手で跳ね返す。光線来たら正面から腕で受け止める。そしたら反射してあいつに当てられる。うん、まあ大体わかってるけど、ゴールドに乗ってるとき三角を押すことで三鏡ガードが発動、石化光線を跳ね返す。で、あ、早速じゃん、石化光線を貯めている。あ、いきなりもう防御体勢入っちゃっていいの。こう、お、ちょろいな。まっすぐ打ってきた。まあでも一回跳ね返したらあっちも警戒すんのかな。これでボコボコ殴って、そっか、普段は飛んでるから攻撃当てらんないんだ、地上に撃ち落とさないと。ああ、そういうのもあるんだ。手下を呼ぶ。まあ普通にゴールドンパンチで、まあ味方も戦ってくれるからな。あ、味方が石になってる、石化光線食らって。そういうのもあるんだ。あ、なんか触手だけ出してビーム打ってきたりするんだ。全然警戒してなかった。周り見てないとな。みんな倒したかな。あ、なんか煙出てんな。来た来た来た、
これ分あ、お、当たる当たるあ、なるほどなるほど、こういうこともできんのね。早く撃ってこいや、石化光線跳ね返してやるからよで、なんか空中でぶん殴るみたいなのできないのそれができれば当たるんだけどな。これで大丈夫？ちょっと真下すぎるかな、これ跳ね返せるかな。ちょっと俺に撃てよこの野郎。そんなことあんの？あ、よかった、近すぎてもダメなんだね。失敗失敗、よしよし行くぜみんな。これでようやく半分か、ダメージ。あと2回ぐらいかな。でどうせまた手下を呼んでくる。うん、それをぶちのめす。あ、間違えた。ああ、そうか、降りることできるんだ。あ、必殺撃てんじゃん。必殺ってこれ何を条件にたまるんだ。降りてすぐ使える状態だったけど、なんか間違えて降りちゃったけど、あながち悪くないな。あえて降りてたまに必殺を打つっていうのも。でどっから出てくる次。いた、はいはいはい、あの触手をぶん殴る。これで本体が湧いてくるかな。さあ来いやオンバー、いやメドーサボール。よし、みんな俺の後ろに隠れな。あれ、あ、殴れんじゃん全然当たらなかった。何やっちゃってんのこいつ。うっさ、騙されるダメ。片方本物、もう片方幻。ああ、なるほど、マリオ RPG のヤリドビッフィと同じね水蒸気爆発のヤリドビッフィ。よく見ろ、お前なら本物わかる。え、今のところ全然わからないけど、何で見分けんだ。なんか行動が違うのかな。またなんか見づらい両サイドに。あの赤いの偽物ってことかな。さっきまでこの白い光線だったもんね。あ、合ってたー。よし行くぜみんな。じゃああっちは無視していいのね。ぶん殴る。あともう一回か。あ、なんだ全然ちょろかったわやりどび非敵影分身で、また手下を呼んでくる。なんか敵を攻撃することでたまんのかな、あの必殺って。でゴルドンで殴ってる間もたまるから撃てる。ぶっ飛ばす。あ、これすげえいいじゃん。ゴルドンパンチでも必殺ゲージが人知れず溜まってるわけね。あ、仲間頼りになるな。で、おお。で、さらに手下が現れた。さっさとあの触手ぶん殴って、あれか？あ、今殴れんじゃない？触手。触手ぶん殴れば、おびき出せるわけでしょ？じゃあちょっとザコと戦うのはある程度任せて、来た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 、触手が湧いてきた時にぶん殴ってしまう。うわ、でも戻んの早いな、引っ込むの。あ、みんな倒してくれてる、ゴロつき。よし、おら、これで湧いてくるでしょ本体。絶対分身3つに増えたりするでしょ。メローサボール出てくるポイント3つあるからそれで最後だな。来い。あ、え、あれ、ちょっと流れ変わった。打ち上げようとしてる石化光線を。あー、そういう降ってくるやつ。でも照準見せてくれるの優しいな。あいつの真下に行けばあいつに当たったりしない。あ、もう終わりか。あ、またやろうとしてる、もしかして。ちょ危ねえこいつに当たれ。あ、そういうことはないんだ。あ、なんだ、
絶対当たってたでしょ。インチキしてない？当たらねえ。あー、やっぱり3体になった。やること同じでしょ、どうせ。3体をよく見て、はい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 、あいつが白い光線出そうとしてるから、よし、俺の後ろに隠れな、みんな。ちょっと後ろに来てくれんのいいな、みんなが。これで最後だわ。ほら、俺たちのペロ戻せ。やったー、倒したー。ゴルドンに乗れるのこの時だけなのかな。寂しいな。ありがとな、ゴルドン、一緒に戦ってくれて。で、これは始まりの黄金。あ、これでゴルドンに本当の力が戻んのかな。やった、ペロ様の復活だ。ウェイ、やったな、ウシさん。メロサボールをぶっ倒したぜ。これでペロの石化も解けるはずだな。ところでお前、今何か拾ってなかったか。みんな見てたでしょ。お、ウシさん、ん、どうしたどうした、マスター、ありがとうございます。よくメドーサボールを倒してくれました。これでペロも救われることでしょう。島の総督であるメドーサボールを倒したってことは、この島も教団の支配から解放されるわね。今教団なんかよりペロだ。待ってるわペロ、今助けてやるぜ。ペロと逆の方向に走ってってるけど。ペロに背を向けて、あー、ペロさん、僕はやりました。僕を主軸とした。それが最後の言葉でいいか。僕とその仲間たちがあなたのために。ペロ助ける。でもまだやることある。ん、やることだと。とりあえずだ、魔物どもに壊された建物はビルダーである俺たちが修復しておこう。お、ビルダーずらしてやがるぜ、カルド。高いとこから降りれなくなってたくせに。え、でも拠点壊されたりしてた。まあいっか、拠点がほぼ元通りになった。で、なになに、ゴルドン、何、あの始まりの黄金をなんか使うんだろうけど、でもこの状態のペロも見納めか。やっと復活してくれるね。すごい微妙なとこ立ってるな、ゴルドン。ウシさん、お前本当にすごい。よくメドーサボール倒してくれた。俺前話した、力完全に取り戻すには特別な道具いる。メドサボール持ってた始まりの黄金使えばその道具作れる。あ、始まりの黄金があればいいわけじゃないんだ。これでなんか作るのね。その道具で力戻れば俺大好きなペロ救えるんだ。さあ、鉄の作業台使って始まりの黄金と金銀銅のインゴットで俺に力を与えるものを作ってくれ。これがオッカムリでの最後のひらめきだな。どうしたゴルドン、ゴルドンどうした。この辺の地形俺がちょっと変えちゃったから定位置に戻れなくなっちゃったんだな、ゴールド。ごめんな。黄金の輝き、始まりの黄金の魔力の輝き。よし、これで最後よ。みんなとも話したい気もするけど、ちょっと人が多いからな、今回は。みんなと話してるとキリないとこもあるな。本番、ゴルドンじゃない。あ、話しかけれた。ありがとう、ウスターちゃん。でも恋する乙女は本当に怖いわね。疑ってごめんね、オンバ。ひょっとしてっつって。まあ大した話はしてくれないか。はいはいはい、今までのインゴットそれぞれ一つずつ。おお、エフェクトが違う。できたぜ、ゴールド。ゴールドラッシュの復活だ。うごごごご、黄金の輝きできたんだな。さすがだぞ、ウシさ。それあれば俺力戻る。ペロ元通り、鉱石も元通り。さあ、ウシさ、その黄金の輝き俺にくれ。ただで、うごご、それそれお前持ってても仕方ない、頼む、俺にくれ。一回いい絵をするのは基本だからね。
はい。おお、ありがとう。これでペロ助けられるぞ。いよいよだぜ。いよいよペロの石化を解いてやれるんだ。そしてそして、ゴールドに力が戻るってことはゴールドラッシュも戻ってくるってことね。ジュエルンすっかり仲間ずらしてんな。ジュエルンどこいた。行動に弟を置いてきて仲間ずらしてやがるあいつ。その通りだ。みんな待たせて悪かった。そして今まで金や銀や銅をくれてありがとう。この黄金の輝き使ったら俺消える。え、そうなの。それはやだな。何、どうしてだ。俺この酒場と一つになる。そうすれば島全体に鉱石戻る。ペロも石化解ける。はは、しかしそれではゴールドンだって仲間なんだぞ。みんなのため、ペロのためなら俺大丈夫。俺消えても後悔ない。うわー、みんな泣いてる。ちょっと俺も泣いちゃうよこれ。ありがとうしさ、俺みんなと一緒で楽しかったぞ。ちょっともうちょっとゆっくりお別れしようよゴールドン。本当に酒場と一つになった。おお、島のあちこちに鉱石が復活するんだ。うん、銅も銀も金も、おかぶりにゴールドラッシュが戻った。ん、あ、ペロ踊ってる。踊ってる状態で石化されたから記憶もそこで止まってんのかな。ペロからしたらいきなりなんかワープしてきたみたいな。なんか祀られてるし、そういう感じなのかな。あれ、私どうして、パーティーは終わっちゃったの。あ、やっぱそういう感じなんだ。いや、ゴルドンが、うわー、俺悲しいこれ。ペロペロペロ、うおー。え、どうしたのよパパ、急に荒くれみたいな声を出して。そういえばゴルドンは、あー寂しい。その夜、ペロの回復と鉱石の復活を祝って盛大な宴が開かれた。アラクレたちはペロをもみくちゃにしながらも、これからの鉱石採掘に筋肉。ナレーションまで言い出した。これからの鉱石採掘に筋肉を厚くした。ペロはもみくちゃにされながらも消えてしまったゴルドンに思いを馳せていた。そして夜が明けた。よし、ぴったり。うわ、ちょっと寂しい。これ泣いちゃうでしょ。うふふ、さ、昨日はとても楽しかったわね。パパや荒くれたちがやたらベタベタしてきてちょっぴり鬱陶しかったけど。髪型そのままでいいの。話は全部聞いたわ。私が元に戻れたのも鉱石が戻ったのも全部あなたとゴルドンのおかげ。まあみんなだって採掘頑張ったけどね。まあ一番は俺でしょうね。うふふ、さ、本当にどうもありがとう。実際のとこね。お前たちが言ってたことようやく分かった気がするぜ。自分を犠牲にしてでも誰かを助ける、それが愛ってやつなんだろう。うわ、なんかいい感じに締め上がったこいつ。そういうことなんだよ。くだらない気もするが、ま、悪くはないな。ふふ、指導ったら素直じゃないんだから。さあ、これからこの島はゴールドラッシュに沸き立つはずよ。ゴルドンがいないのはやっぱり悲しいけど、あの子のためにも頑張らなきゃ。そうだね。まあでもゴルドンは酒場で見守ってくれてるから。あー、ペロ、なぜ悲しむ。お、この声ゴルドン。俺酒場と一つになった。いつでもここでみんなを見守ってる。俺いつもみんなと一緒だから悲しむことない。うわー、本当に涙止まらなくなってるからね今。そっか、そうよね。ありがとうゴルドン。私あなたのこと大好きよ。あー、素敵だな。あ、そうだったわ。ん、ウサシド、あなたたち何か大切なことを忘れてない。あれ、そういえばオッカムリに何しに来たんだっけ。
やべえ、俺も目的見失ってる本当に。何しに来たんだっけ。あ、でもまあ金とか銀とかの鉱石を取りに来たっていうこと、あれなんじゃなかったっけ。違ったっけ。ゴールドンのやつまさか酒場とか合体するとはな。自分のことはお構いなしに誰かを助けるか。くだらないが嫌いじゃないぜ。ああ、え、俺何しに来たんだっけ。ウサシド、改めて島にゴールドラッシュを取り戻してくれてありがとう。いつの間にかみんなのために頑張っちゃってたけど。でも肝心なことは忘れてない。ああ、まあ仲間探しってことでいいのか。そっかそっか。あなたは自分の島の仲間を探しにオッカムルに来たんでしょ。わあ、ゴールドンに来てほしかったな。はは、そういやそうだったな。すっかり忘れてたぜ。本当に忘れてたわ。うふ、それじゃない、それどころじゃないぐらい、ごめんなさい、それどころじゃないくらい大変な思いをさせちゃって。実はね、みんな二人と一緒に空っぽ島に行きたがってるの。みんなってみんな。ウサシロ、みんなに声をかけてみて。まあペロは当然来るんだろうけど、ペロとあとマスターもね、ペロのこと心配だろうから。ピチピチギャルズはよっ。こいつは来ないな。よっ。ミルズとマッシモあたりは来るのかな。やっぱりカルロとかね。ウサシド、巨弾を倒したのも鉱山街が蘇ったのも全部おめえらのおかげだ。俺は鼻が高いぜ。何せお前とシド、でもって俺とマシモは荒くれ仲間だからな。そうだな、もう今は仲間って言えるな。さてと行こうぜ。おめえからポジマに帰るんだろ。さも当然のように俺も行くからな。あ、来るんだ。うん、どうするしさ。まさかの難色。ダメなの。おーい、まさかダメだなんて言わねえよな。俺もおめえらの島に連れてってくれるだろ。ダメだ。そんな嫌だ。果てでも泳いででもおめえの島に行く。俺はもう決めたんだ。あ、そこまで来たがってくれてるんだ。悪い気はしないな。来いよ。うお、やめろよ。冗談は顔と体とか足と腕だけにしろよ。俺ほとんど冗談でできてんな、体中。よし、俺もおめえの島でバリバリ働くぞ。筋肉だけ。ちょっと無茶でしょ。筋肉だ。アニマル浜口みたいな三段活用。マスターも当然来るでしょ。ウサさん、おかげさまでゴールドラッシュが戻り、バーもかつてのにぎわいを取り戻しました。一応マスター以外にもバーテン2人ぐらいいるもんね。だってここはそいつらに任せて、長年の願いだったバーをこんな素晴らしく形にしていただいて、あなたには感謝してもしきれません。私はこのバーでずっとシェイカーを振り続けたい。荒くれさんと鉱石をめ、あ、来ないの。荒くれさんと鉱石をめでながら。しかーし。私には分かってます。ペロは私の娘や。どうせあなたの島に行きたいと言い出します。で、シドウは今何、マスターのセリフを手話で同時通訳してくれてんの。手話で同時翻訳してくれてる人。そしてあなたの島でシェイカーを振ります。さあさあ、ウサさん、私もあなたの島に連れて行ってくれますね。ダメだよ。浜は何ですって。ではペロも断固として行かせませんよ。それでもいいんですか。さあさあ、ウサさん、分かったよ。ははは、そう来なくては。空っぽ島にいるあなたのお仲間にルビーラを振る舞うのが楽しみです。さあ、共に空っぽ島に参りましょう。そうだね、マスターが飲み物を作ってくれたら今まで以上にビルダーハートを生産してくれるんじゃない。で、あれ、ジュエルにもマークついてる。ジュエル、もしかして来る、来てくれる。お前じゃねえよマスター。ジュエル、あんたたちのおかげで素敵な宝石をたくさん見ることができたわ。ありがとう、ウサシド。けど一番輝く宝石はみんなのすぐ近くにあったのよね。輝くのは宝石だけじゃなかったんだわ。そうだね、ペロもゴルドンも輝いてたぜ。ところであんたたち、これからあなたたちの島に戻るのよね。ひょっとして私を誘いに来てくれたのかしら。いや、そうじゃないけど別に。やだ、あんた相変わらず正直者で、そこはそうでもないっていうところでしょ。でも私、この島にまだ未練があるの。綺麗なものは近くにあるって知ったから。うっさ、私しばらくこの島で宝物を探すわ。いつか時が来たら。え、何それ、時が来たら迎えに来てちょうだい。え、そうなの。
来てくれないの？え、これ本当かな？いつか来てくれる時が来るのかな？別にそういうわけではないのかな？じゃあカルロ、カル、ウキウキカルロ。ウサ、見事にメドーサボールを追い払ってくれたな。なかなかのゴールドンさばきだったぞ。チャコさんがよくやってるダンスだ。そうそう、お前さん、元はといえば金属と空っぽ島の仲間を探しに来たんだったよな。まあ、金属はたくさん持ち帰れそうだね、これで。俺は鍛冶屋としてまだまだお前さんと物を作りたい。どうだ、俺も島に連れてってくれないか。いや、間に合ってるんで。お、おいおい、釣れないこといい子でした。もうカルロさんから盗める知識は全部盗んだんで、金属についての。ないだろ、俺もお供させてくれ。もう全部盗んだしな。まあいっか。だはは、よく言った。俺の鍛冶屋としての腕と知識、お前さんの島でも生かしてくれ。知識全部吸収しちゃったからさ。さあ一緒に空っぽ島に行くとしよう。もうあんたから学ぶことは何もないんだよ、カルロ。で、ちょっともう人が密集しすぎて話しかけづらい。セルジ、ウサさん、ビルダーの金に導かれてここに来た時はこんなことになるとは思いませんでした。本当で、異教徒のやつがいますよみたいな感じだったもんね。敬虔なハーゴン教団の信者だった僕がこんなすごいバー作りのお手伝いをするなんて。そうだよね、ゴールドン酒場作るのも手伝ってくれたし、みんな。島に金や銀が戻るのを見て僕は思ったんです。坑道に潜って僕も鉱石を掘りたいって。よー、変わったもんだな。これから僕はこの島の荒くれを目指します。そのためにまずは筋肉を作ります。あ、じゃあ残んのかな、セルジア。そっか、ウスターさん、この島のことは僕たちに任せてご自分の島を素敵に開拓してください。まあ確かにセルジアはもうモンゾーラのポンペとちょっとキャラ被ってっからな。そのキャラはもう間に合ってるかな。じゃああとはマッシュも、マッシュも、マッシュも最後にしようかな。オンバ、オンバ来てくれるかな。ウサちゃん、シドちゃん、メドーサボールとは熱い戦いだったわね。おばさんも久しぶりにハッスルしちゃったわ。でもペロちゃんを救えてよかった。私、鉱山街のアイドルに自信まだないもん。いつかはなる可能性感じてるんだ自分で。まだって言ってるからね。いやいや、オンバはもうアイドルだよ。そうそう、ウサちゃん、あなたこれから空っぽ島に戻るのよね。おばさん二人のこと心配だわ。特にシドちゃんは目つきも悪いし、飛行に走るんじゃないかって気が気じゃない。親目線。ち、なんだよ飛行って。俺は空飛んでも走ったりしないぜ。ウフフ、シドちゃん、悪い子はみんなそういうの言わねえよ別に。悪い子は飛行を、空を飛ぶことだと思わねえよ。おばさん、やっぱり保護者として空っぽ島について行っちゃおうかしらね。いいアイデアだと思わない？保護者としてはいいかな。アイドルとして来てほしいね。うふふ、恥ずかしがっちゃって。わ、年頃の子は仕方ないわね。でもそこがまた可愛いわ。さあ、ウサちゃん、私も空っぽ島に連れてってくれるわね。来てくれよ。そうよね、そうよね、私のウサちゃんならそう言ってくれると思ったわ。ところでウサちゃん、あなたの島にたくましくてヒゲの生えた素敵な殿方はいない？え、ドルトン？ドルトンのことかな。実はおばさんね、そろそろ結婚も考えてるの。島での大方な出会いにも期待してるわ。いいヒゲいますよ、うちの島。いいヒゲいますよ。さあ一緒に二人の島に行きましょう。で、大体の固有キャラには話しかけたかな。じゃあ最後はマッシモかな。